内藤証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。まず最初に本日お伝えすることですけれども、相場海峡と日経平均株価の位置、2番目に先週の新高値銘柄、最後に銘柄紹介といたしまして、4368の扶桑化学工業を紹介したいと思います。本日の日経平均株価ですけれども、22,380円と、前日比300円安となりました。2時30分頃ですかね、その頃から、急激に値を下げまして、300円安というふうになっております。騰落銘柄も、30銘柄が上昇、193銘柄が下落と、ほぼ全面安の状況となっております。次に規模別見たいと思います。日経平均の方はマイナス 1.3 でした。こちらマザーズの方はマイナス 1.6、その上ですね、2部指数ですね、こちらマイナス 1.6 と、下げ幅の方が全般的に大きくなっております。次に業種別を見たいと思います。上昇は石油と製品、こちら2業種のみとなっております。WTI が上昇基調を続けておりまして、石油セクターですね、比較的堅調に動いております。また製品ですけれども、こちらは任天堂ですね、スイッチの方が非常に好調といったところで、こちら牽引しております。一方マイナスですけれども、こちら不動産、海運、倉庫、こちらの3業種が特に下落しております。それではいつものように日経平均株価の位置、こちら見たいと思います。先週末ですけれども、EPS は1509円まで上昇しました。決算をこなすにつれまして、EPS が切り上がっている状況です。予想 PR は 15.0 倍となっておりまして、今現在ちょうど中間あたりですね、PR の14倍16倍の中間あたりとなっております。居心地のいい水準かとは思いますけれども、こちら直近足元下がり基調となっております。そちらがこちら日経平均の乖離率ですね。上昇が始めした10月の初旬、こちらから5日の移動平均乖離、こちらはプラスを保っておりました。先週になりましてマイナスとなっておりまして、やや一服感が出ております。ただということなんですけれども、こちらアベノミクス始まりました13年1月からを見ております。こちらこの黒い線なんですけれども、これは200日の移動平均線となります。こちら切り上がっておりますのが決算がありまして、 EPS が跳ね上がった状態の時です。アベノミクス当初ですとか、15年の高値を取った時、そして今回ですね、こういったように業績が好調で、切り上がってきております。ただこの時に、この赤い点線 PR16 倍なんですけれども、おおよそその超える水準にありました。ただ今回なんですけれども、先ほど言いました15倍といったように、まだ16倍、こちら上のこの辺りになると思いますので、超えておりません。5日の移動平均線ではマイナスとなっておりますけれども、いわゆる200日のこの長期から見たところでは上に来ておりまして、今現在はそれほど悲観的になるような状況ではないかと考えております。次に為替見たいと思います。為替の方緩やかではありますが、円安基調となっております。海外投資家動向になります。こちら先週529億円と、その前の週6704億円の買い越しから比べますと随分減りました。この点からもその、下落基調になっておるといったところで、一旦の力強さはなくなってきております。信用評価になります。こちらの方はマイナス 8.0 と、改善傾向にあります。ただ、それほど、8といったところで、このように、10週ですね、見ていただきましても、それほど、強くその改善しておるという状況ではありません。こちら騰落レシオになります。騰落レシオ117といったところで、まあまあの水準といったところになります。最後に日経平均のボラティリティインデックスと S&P です。こちら20となっておりますけれども、本日は下落の傾向となっておりまして、 S&P も11といったところで、比較的落ち着いた状況となっております。それでは、先週の新高値銘柄見たいと思います。期間は11月の6日から、10日までとなります。非常に多く新高値、延べで2156銘柄ありました。重複なしでは、1058銘柄となっております。時価総額の上位10社ですけれども、こちら日本を代表するような企業、ほぼ揃っておるといったような感じです。特に目立ちますのが NTT ですとか、ドコモ、KDDI、こういったようにいわゆる通信ですね、こういった企業が入っております。またトヨタ、ホンダといったように、自動車メーカー出遅れておりましたけれども、新高値となっております。
いつも見ております人材関連ですね、こちらの方も数が増えてきております。先々週ですね、非常に少なくなりましたが、やはり相場がいいとき、そういったときには買われるのかもしれません。次にこちらも毎度見ております半導体関連ですね、こちらも非常に多く出ております。卸、装置、半導体、それぞれ揃っております。特に注目できる装置ですけれども、エレクトロンですとかディスコですとかアルバックスクリーン、ほぼ主要どころというのは新高値を更新しております。それではこの非常に多かった新高値の銘柄ですけれども、この中から割引率 7%、 2期予想といったところで残余利益モデル、こちらの方で今現在の水準が 5% から 20% 程度割安化になるという比較的大型の株を集めてみました。この中には今回トヨタですね、入っております。あとこちら青い電子、こちら半導体のいわゆる出遅れ感がある株かと思います。また半導体が伸びると言った時によく連れ立ってくるのがこの産業用の機械ですとか機械卸ですね。半導体の卸も伸びるんですけれども、こちら日本電機、このような銘柄も伸びてきております。こちら今出た銘柄のそれぞれ1年から順番のリターンになります。比較的このやっぱりトヨタのような大きな銘柄というのはそれほど大きな伸びというのはありませんが、その他ですね、こちら2倍ぐらいになっている銘柄もありまして、直近も比較的堅調です。本日も前場までは非常に堅調でした。なかなか面白い銘柄群だと思います。それでは最後に銘柄紹介したいと思います。本日は4368の富装化学工業、こちらを紹介したいと思います。今現在のチャートはこのようにやや横ばい圏の状況となっております。どのような会社かといいますと、果実酸ですね、果実酸、いわゆる酸味料とか日持ち工場剤、こういったものに使われます。もう一つはこの超高純度コロイダルシリカ、以下コロイダルシリカといいますけれども、この半導体製造の研磨剤の材料となります。このような2本柱で事業を行っております。でこちら事業の構成なんですけれども、このリンゴ酸、果実酸などこちらの方が 60%、 電子材料の方が 40% となります。でこのライフサイエンスなんですけれども、国内唯一のリンゴ酸メーカーといったところもありまして、今現在残存差利益を享受できる状況となっております。でこちら電子材料なんですけれども、非常にその技術が高くことが必要です。今上期でも、調整前ですけれども営業利益率で 56%、 前期でも 48%、 このように高水準の、事業となっております。終わりました。こちら上期ですね、上期の方は価格全般的に 15% 程度伸びておりますけれども、同社も同じように 14%、 営業利益の方は 19% の営業増益でした。こちらライフサイエンスなんですけれども、定期修理ですね、こちらの変更などという特殊要因ありました。ただこちら牽引しておりますのは半導体が好調といったところで、コロイダルシリカ、こちらが牽引しております。で計画なんですけれども、売上高は 10% 増収、営業利益は 7% 営業増益となります。こちら 7% でやや低くなっておりますのが、今期も含めまして、設備投資をするといったところです。おおよそ売上高が400億円の会社なんですけれども、この 1,2 年ですね、設備投資おおよそ200億円程度する予定です。数年間利益率やや低下するかもしれませんけれども、このコロイダルシリカというのは半導体の微細化ですね、このおおむね32ナノ以下、こちらの方ではシェアが非常に高い製品となっております。半導体の伸びといったところからやや離れてきた周辺分野ですけれども、こちらのいわゆるコロイダルシリカですね、伸びというのは続くと思います。もう一度最後にチャート見たいと思います。今現在化学セクター予想の PR といいますのが18倍です。同社16倍となっておりまして、事業も分かりやすい、残存者利益のある果実さん、もう一つは半導体関連、こちらの方が業績を牽引しております。やや揉み合っている状況というのがありますけれども、半導体こちらの方はまだまだ伸びるというふうな見方が大勢ですので、注目しておいて面白いと思います。以上7110マーケットトゥデイをお送りいたしました。